久保さん、もみじまんじゅういいっすね <laughs>。もみじまんじゅう <laughs>。今回はプレゼントですね。プレゼント。ネットビジネスやる上で、どれだけプレゼントできるかっていうとこですね。でまあ物を扱うとね、お金がないと物を買えなかったりとか、難しいじゃないですか。物を大量にプレゼントし続けるっていうのはね、どうですかね。 まあ100億ぐらいあったらまあまあいろいろプレゼント現金もね、前澤社長みたいに現金いくらでも配れるかもしれない。いくらでもではないですけど、まあ限界ありますけどね。ただし、情報のプレゼントは無限にできるんですよね。情報のプレゼント。そう。で、まあインターネットってそもそも何でできてるのかっていうと、無料のギフトなんですよね。無料のプレゼントでできてるようなもんなんですよ。もし、Google の検索エンジンを一回ね、よく、あの、多分見たことあると思うんですけど、 あの山とか行ったりとか、船とか乗ったりすると、双眼鏡あるじゃないですか。双眼鏡、一回その見るのに、これね、いるのに100円とかかかるじゃないですか。よくありますよね。遠くの景色見るのに100円かかるっていうね。じゃあ、これ、Google もね、知らない情報を調べるために、じゃあ、ワンクリック、ね、1キーワード検索に100円かけてたら、100円かかりますってなったら、絶対広まんないですよ、インターネットって。で、なんでインターネットが広まるのかっていうと、 全部無料だんなんですよ。これね。まあもちろんサブスクとか有料なやつももちろんあるんだけども、基本的にインターネットに情報がなんでこういうふうにその、まあ Google もそうなんですけど、まああの、うん、広まるかっていうとフリーだからです。つまりもう本質的なのは、無料の情報、無料のプレゼントをどれだけできるかなんですよ。まあ Google もね、無料で Gmail。 無料で YouTube、無料で Google Earth、無料で Google マップしかも無料で勝手に更新してくれる。普通だったら昔はナビですよね。ナビとかね、2020年版更新料いくらとかね。ね DVD ナビとかだったら、まあ、そんな感じですよね。2020年版を買って入れないといけないとかね。Google マップ永遠無料ですよ。やばないですか。だからなんで Google がその世界を制してるのかっていうと、 圧倒的なプレゼントをみんなにしてるんですよ。圧倒的な。だから、あのプレゼントをできる企業がないんですよ。あんだけ無料で膨大なものをプレゼントできる企業がないので勝てないってことです。わかります。まあもちろん僕たちは Google ではないので Google を活用させていただいて情報をプレゼントすればいいんですよ。だから、まあ、インターネットで稼ぎたいんだったら、まあ、とにかくあのプレゼントするってことです。 とにかく。で、プレゼントすることによって相手に喜ばれると。で、その相互の関係でしかないと。だそれをやるかやらないかでしょ。うん。まあ、物を送ってもいいですね。わかりやすいように。わかりやすいように。いや、吉田さん、久保さんみたいに、吉田さんみたいに喋れないんです。じゃあ、もみじまんじ送ればいいじゃないですか。うん。喜ばれませんまあ、喜ばれるかどうかを受け取った人が、もみじまんじゅうがめっちゃ嫌いだったらわかんないですけど、ね。あの、 <laughs> まあ何かしらそのなんだろうな気持ちを伝えるっていうことですよねうんま情報を伝えられないんだったらそれを伝えればいいだろうしなんか形にしてね、はいまあ、とりあえずネットで稼ぎたいんだったらあの情報をプレゼントしろととにかくとにかくもうこれです本質はこれしかないいってらっしゃい